松本人志、トンネルズとの再共演は、食わず嫌いに来いって言われたら。お笑いコンビのダウンタウンが、24日に放送された日本テレビ系バラエティ特番。ガキの使い特別版、絶対に答えなくてはいけない、レジェンド芸人に聞きたいことスペシャル、で、トンネルズとの再共演について語った。芸人たちの質問に、ダウンタウン、ヒロミ、めぐみとしあき、ダチョウクラブの肥後克広、出川哲朗の2レジェンドたちが回答していく同番組。親友、というテーマで、松本人志は、元スマップの中井雅宏や、元プロボクサーの達吉丈一郎の名前を挙げた。このテーマで、ヒロミは、トンネルズの、と言いかけたが、トンネルズって言うとピリッとしだす。と、ダウンタウンと共演の少ないトンネルズの話題を躊躇。それでも、カメラが回ってないところで、トンネルズがダウンタウンの話をしていることを明かし、俺が、ワイドナショー、とか出てるから、結構よくウォッチャーで見てて、のりちゃん、木梨のりたけ、なんかは、いいとも、の最終回の時に、俺好き勝手やってるのに、松本だけは突っ込んでくれたんだよな。ってよく言ってたもんね、と話すと、松本は、実は、ああいうのは俺も助かってるからね、と強調した。また、浜田雅俊は、2014年に沖縄行きの飛行機で、座席がトンネルズに挟まれた際のエピソードを披露。飛行機の中では、その場は乗ってるだけだったけど、降りてからのりたけさんが横に来て、なんで沖縄なの？って聞かれて、後ろから石橋、高明、さんが来て、なんなの？なんで沖縄なの？ってなって、三人でずっと固まって出口まで、笑い、と、珍しいスリーショットになっていたことを明かした。松本は、トンネルズの話題が出るとピリピリする空気が嫌だと訴えたが、出川は、解決策は、一緒に特番をやるしかないんですよ、どうだ、と提案。これに対して、松本は、どこの曲なのか、ディレクターは誰なんだっていうのがあるのよ、と言いながら、共演するならどんな番組がいいかを聞かれると。芸歴も下やし年齢も下やから、こっちから言えるような立場じゃない。向こう、トンネルズ、から、食わず嫌い、来いよ、って言われたらね、と前向きな姿勢を見せたと思いきや、行かないけど。と落とし、全員から突っ込みを受けていた。